付近の街道と峠の関係は未峠は、長野県と群馬県の県境に位置する峠。標高は984メートル。わび峠とも書かれた。長野県の軽井沢側からはほとんど平坦で、群馬側も付近の乳山峠や薄い峠に比べて傾斜が緩やかである。このため、江戸時代には物流に利用された。服部屋から西の牧の渓谷を経て、元宿に出て、 富岡道と合流する道があり、この経路を下仁田から富岡、藤岡を経て、武蔵国の鎌倉街道につながる中世の道とする説もある。近世には中仙道の脇王館にあたる下仁田道が通り、商品流通や中馬道に利用された。品の国からは米国が、上の国からは塩、茶や日用雑貨が主に運ばれていた。狩宿から、 峠の間には同票を兼ねた、馬頭村などの石造物が点々と残る。当時、軽井沢山宿にとってこの道が、中馬に利用されることは不利益に当たったため、仮宿に、感動通行禁止の建て札を立てたり感動を通る、育た木々の不買をしたりしたが、効果は低かった。しかし、強法7年1月の大雪を契機に、岩村田宿から高坂を経て、 矢川峠を越える日陰振動が認められ、また内山村から内山峠を経て市の谷に通じる内山通ができると、商品流通はそちらに移行していった。文化11年5月8日には、幕府測量方の井上忠たが随分宿から和美峠と服部屋宿を通って脇王館の測量を行った。また、明治3年には英国人アダムスらが、 新州の養蚕視察のためこの峠を通っている。ありがとうございます。